ナジェージュダ・バシリエブナ・プレビツカヤは、白系ロシア人に、最も人気のあった、ロシア人女性民謡歌手。旧姓はビンニコバ。一方で、ソ連の諜報員として活動し、西側で亡命者の誘拐に関わり逮捕された。クルスク近郊、ビンニコボ村の農家に生まれ、ナジェージュダ・バシリエブナ・ビンニコバとして育つ。歌うことが大好きで、 聖歌隊員として2年間過ごした後、キエフに出て、職業歌手になる。キエフで、ポーランド人ダンサーのエドモンド・プレビツキーと結婚して、性が変わった。間もなく2人で、モスクワに移り、プレビツカヤはジプシー楽団と美人の女性歌手で、有名なレストラン、ヤルに出演するようになり、演奏旅行にも出た。1909年には、 ニジニー・ノブゴロドの死の日の音楽会で、メーテノール歌手のレオニード・ソビノフに見出されたのが、きっかけで、より幅広い層の聴衆の注目を引くようになり、間もなく、皇族や、ヒョードル・シャリアピンも聞き手に加わった。重機兵のシャンギン・チュイとも結婚したが、夫は1915年1月に戦死している。ロシア革命後は、共産党に入党して、 ボリシェビキに加わり、赤軍の師団のために歌い続けた。1919年に、ニコライ・スコブリンが指揮する白軍の部隊によって、捕らえられたが、白軍が敗北すると、スコブリンのトルコへの亡命に妻として従った。プレビツカヤは、ヨーロッパの各地で、演奏旅行を行い、1926年には、アメリカ合衆国で、セルゲイラフ・フマニノフの伴奏で歌っている。 ラフマニノフは、プレビツカヤの歌で、ロシアミニオ、私のおしろいを、ホーベニオお知り、3つのロシアの歌作品41の原曲に使った。その間、スコブリン少将は、白系ロシア人組織、ロシア全軍連合で、指導的役割を果たしていた。だがどちらの活動も、プレビツカヤにもスコブリンにも大した収入には、ならなかった。プレビツカヤは、 西側の裕福な女性が身につけるような上質の毛皮や宝石を好んだことが知られており、そのために、ソ連のために働くように夫に催促したのだった。プレビツカヤとスコブリンは1930年にスターリン体制下の秘密警察である国家政治保安部に採用された。プレビツカヤはスコブリンに誘惑されるまでには進んでボリシェビキに加わっており、 ソ連の手先として働くことについてほとんど両親の過酌というものを覚えなかった。どちらにせよ、プレビツカヤとスコブリンはソ連情報部の熟練した情報員として働いたのである。差し当たって二人は西欧における任務に起用された。二人は成功した結果、周期的にソ連に潜入するようになり、モスクワでグローゾフスキー夫妻を演じて、 スターリンの敵を借り出そうとするナイ無人民委員部のために身入りの良い大敵諜報活動に取り組んだ。グロゾフスキー・プ人ンことプレビツカヤは様々に身をやつしてソ連中央執行部や外国貿易人民委員に勤め非常におしゃれな着こなしのタイピストや事務官としてソ連の政府機関に出入りした。しかもマニキュアや宝飾品 上質の比較製品でバッチリ着飾っていた。それでいて、出先機関の人員の活動や状態については、忠実に報告書を作成した。プレビツカヤとスコブリンは、1937年のミレル大将誘拐事件にも連座した。ミレル大将は、パリで拉致されて、薬で眠らされ、モスクワに送還されてから、19ヶ月にわたる。 拷問の末、1938年に秘密裁判の後処刑された。スコブリンは誘拐事件を起こすとソ連の援助でバルセロナに逃げ込み、フランスはスコブリンの身柄引き渡しを要求したものの、スペイン人民政府はソ連の援助を受けていた手前これを拒否している。プレビツカヤは常にソ連大使館の公用車に乗り込み、 秘密警察の運転手をお抱えにして国内で活動を続けていたもののいつもフランス警察のス首都老縁に追われていたパリ郊外では高速カーチェイスで何とか警察の追跡を負けたもののスペイン国境を越える直前に逮捕されてしまう誘拐事件を問われた際にはプレビツカヤは無関係であるふりをしてソ連のスパイとしての活動を否認するも証拠が 自宅のアパルトマンで見つかり、有罪の決め手となってしまう。1938年に、金庫20年の刑期が宣告され、レンヌ刑務所に収監されたが、1940年秋に死去した。死因は、心臓病とされたものの不審な点も多く、今日でも疑問や論争の的となっている。アメリカに亡命したソ連の元。 スパイ、アレクサンドル・オルロフによると、その後スコブリンは、プレビツカヤに、日付のない、恋文を書き送り、秘密警察の手先としての自分の活動範囲について、自白することのないように請願したため、服役中のプレビツカヤは、沈黙を守ったと言われている。プレビツカヤの物語は、ウラジーミルナボコフによって小説化され、2004年には、 エリック・ロメール監督により、見エスパイとして映画化された。ありがとうございます。